そこに見えるのが松江城です。島根ナンバーワンキャバクラ城の松江が住んでいます。吉田君、適当なこと言わないで。俺は城に弱いんだよ、情弱なんだよ。情弱の使い方間違ってるよ、本当に。城だけにいい加減にしろ。遅い。ああ、僕が悪かった、これに関しては僕が悪かった、ごめんよ。あ、松江城は1611年、関ヶ原の合戦で功績のあった堀尾義治によって作られた城で、別名千鳥城。現存する全国十二天守のうちの一つなんだ。水郷松江のシンボルとして、その城郭と堀はかつての趣を残し、市民の憩いの場でもあるんだ。ちなみに今乗っているのは堀川遊覧といって、松江城を取り囲むお堀を周遊する船なんだ。うわ、なんか天井が降りてきた。うわ、終わりだ。慌てないで、橋の下をくぐるために屋根を低くしてるだけだよ。なんだ、それだけか。本当だ、屋根が元の高さに戻った。なんて言ってるんだい。この世の終わりかと思ったって。この世の終わりみたいな化け物がよく言うよ。おい、なんだよあれ。ご主人、そろそろリフォームの時期じゃないですか。っていう建物は違うよ、あれは小泉八雲の旧居だよ。小泉八雲？明治時代の文学者で、帰化する前の名前はラフカディオ・ハーンというんだよ。え、日本人じゃないの？そう、ギリシャ生まれのアイルランド育ち。郵政民営化は大体友達。そっちの小泉じゃないよ。なんだと？小泉八雲は明治23年に松江市の中学校の英語教師として赴任したんだ。滞在中、古代の神々が生活の中に溶け合って生きている島根のライフスタイルに衝撃を受け、この地を神々の国の首都と呼び、その後日本文化研究に没頭することになったんだ。でもその後すぐに冷静になって、こんな地味な首都があるわけないって思ったんだな。違うよ、そういうこと言ったんじゃないよ。八雲は日本の文化を世界に紹介しようとしたんだ。特に関心があったのが、妻の説からよく聞いた怪談。有名な作品に弓なし芳一、無事な六六尾、雪女。この松江市内にも八雲が紹介した怪談の舞台がたくさんあるんだよ。もういいよ。なんで？宇宙人が怖がってるよ。いやいや、その宇宙人の方がよっぽどホラーだよ。ホラホラ熱風セレナーデだよ。なかなか松江面白いって言ってる。そりゃよかった。まあそんな感じで、小泉八雲といえば怪談なんだけど、家は平屋なんだよね。遅い。ああ、もう隙を与えた、俺のバカ。カバディカバディ、かかってきなさい。濃いのはな、こちとらベテラン10年選手だ、切羽田九郎。